日本経済新聞社東京本社ビルは東京都千代田区大手町にある超高層ビルである大手町連鎖型再開発で整備された大手町には金融や情報などのサービス産業が集まるが高立地上に仮移転を伴う一般的な建て替えが難しく地区30年以上の建物が7割を占めていたそうした中地区内にあった大手町合同庁舎の3棟に 入居していた各町が埼玉新都心に移転したことを機に2000年頃から国、東京都、地権者で約1.3ヘクタールの跡地に関する勉強会が始まり政府は2003年1月都市再生プロジェクトとして庁舎跡地を利用した大手町の連鎖型再開発を選定した連鎖型再開発とは 土地区画整理事業と市街地再開発事業を組み合わせて行うもので、まず、都市再生機構が2005年3月、庁舎跡地を財務省から約1300億円で取得。11月に、三菱地所などが出資する特定目的会社の大手町開発に3分の2を譲渡し、連鎖型再開発の種地を2社で共有しリスクの分散を図った。 次に建て替えを希望する地権者を募り、第一次再開発には地権者として日本経済新聞社、全国農業共同組合中央会などの JA グループ日本経済団体連合会が参加。名乗りを上げた地権者の土地を乗車跡地に監置して再開発はスタートした。なお、第一次再開発の外区は首都高速都新幹上線の高架下の 日本橋川沿いに歩行者専用道路を作ること、国際カンファレンスセンターの機能を設けること、都心農園や地域冷暖房を整備して環境に貢献するなどの提案が評価され、溶石率を基準の1200%から1590%に引き上げられている。日本経済新聞社東京本社ビルは JA ビルと、 経団連会館との3棟一体で建設されたもので2009年4月に竣工した地下3階、地上31階建て。3棟は大型のガラス屋根で覆われた低層部のカンファレンスモールで自由に行き来が可能となっている。当初はビルを一棟にまとめる案も検討されたが圧迫感があることから採用されなかった。1階エントランスと2階の展示。 セミナー空間を結んでいる部分には、グエナエル・ニコラが臨天気から出てくる新聞紙をイメージしてデザインしたメディアウォールを設置。7台のプロジェクターで、紙面や映像ニュース、日経平均などをリアルタイムで伝えている。外装のフィンはペンをモチーフにしており、映り込みによって様々に表情が変わる。日経ホールは本ビルの3階から5階にあるホール。主に株主総会や、 講演会、室内楽の演奏会などに使用されている。ホールは、地の森をイメージして、側壁にブナ材を練り付けた円柱を並べ、小立の中のホールを演出した。日系ホールに関するカテゴリー。ありがとうございます。